地の謎のシャム猫っていうか、シャム猫というか、あの、ネキョの三男、セルモ、セゾンセルモが、セゾンセルモが、悩んでいます。まあ、秋が来る、はい、寒くなってきてね。夏結構かぶれたって感じで、よう、買いたいのね。だいぶ、もう、だいぶか、一瞬で綺麗になってくる。悩んでるみたい。物思いよ。だから言ったら、夏に悪いことしたいとは、秋が来たら寂しくなんねんって、怖くなんねんてって。夏にいいことしたいとは、秋が来たらなんか楽しくなんねんて。え、秋ってこんなに楽しかったのって。夏にいいことしたからよ、って。でもね、夏なんて毎年来るんだから。次の夏いいことすればいいじゃないって言ってあげたの。そしたらホッとしたんだって。本当かな？猫にとってはね、アマー族の一年が、人間、あるちでは人間族のことはアマー族って言ってる。しか、エミシのことはアマー族って言ってる。ヤマトのことはヤマト族って言ってる。で、猫族のことはネキョ族って言ってる。あ、猫族って言ってる。実はそういうふうに教えてるんですよ、猫たちがね。そのが理解しやすいみたいな。で、結局、そうそう、エミシとヤマトはね、別の生き物っていうふうに猫はどうも捉えてるみたい。あり得るよね、それとね。まあ、それはいいですけど、観察の結果そう思っただけだからね。で、まあ、猫にとっては4年分ぐらいって、人間の1年はね。つまり、季節が4つあるから、4種類の年があるっていうふうに考えてるみたい、猫。それも不思議だね。